F1 への夢を抱き行動を開始して22年目、初めてのことであった。期待の大きさがうかがえる。非常にやっぱり芸術的な天才的なドライバー。アートンセナ、ミスターホンダ。彼はアラプロストって言って一番手強いドライバー、一番素晴らしいドライバー。去年のチャンピオン。